あと5分。昨日遅くまでやってたんだから。あーもう、うるさい！まだ6時じゃん。眠。幸宏先生との待ち合わせは8時半に会場前。うん、あいつの絵か。最近見てないけど、相変わらずすごいんだろうな。見に来るお客さんもたくさんいるだろうし。やっぱり憂鬱だな。えな。え？あ、二人とも、もう来たの？朝から行くって言ってたから。ごめんね。まだ早かった。大丈夫。おかげで、後に引けなくなったしね。え？なんでもない。じゃあ、準備するからちょっと待ってて。はぁ、時間通り着いた。幸宏先生は。おはようございます。今日はよろしくお願いします。そうなんですか。あいつ、私が絵に関わるの嫌がりそうだけど。問題ない。そのまま進めてくれ。その話し方、どうにかならないのか。堅苦しくてむずがゆくなる。その、よろしくお願いします。ああ。よろしく頼む。よくわかんないな。
レイアウト表通りに絵を飾る作業か。絵も重いし、やっぱり体力使うな。それに、あいつの絵、久々に見るけど、やっぱりすごいな。少し見ただけで違うってわかる。モチーフが自然と目に飛び込んできて、胸の中に入ってくる感じがする。色の使い方もすごく綺麗で、そういう技術的なことがどうでもよくなるくらい目が離せなくなる。やっぱり見なきゃよかった。まあ、これがエマちゃんもお父さんも絵？二人とも。うん、そう。綺麗な絵だね。まあ、プロの画家だしね。え？エマちゃん、お父さんも絵好きじゃないの？そういうわけじゃないよ。昔は好きだったし、よく真似したりもしてた。でも、今は、こうやって絵を見ると、思い知らされるから、私は、持ってない側なんだって。こんな私が、本当に、エマちゃん。